うわーすっげえ海きれい。何じゃこりゃ。この道最高じゃないですか。おおすげえ。おおすごっ。おおおお、道路もいい感じだよね、このくねくねさが。ここをキャンプ地とする。右に行ったらばあちゃん家に行けるな。松浦って書いてある。おばあちゃん家に行けるんですけど、実家に言ったらまあ顔出さなくていいんじゃないって言われました。交通量が多いですね。平戸は日本の公園である。全茶平戸大橋。おお、平戸城も見えるね。よいしょ。おおすごい。あ、ようやく九州来た感がある。いいですね。この立ちをしたいからアドベンチャーを借りたっていう感はありますけどね。おお、気持ちいいな。ドローン飛ばしたくなるよね。持ってきてないんだけど。今回の機材はね、本当はアクション4とスマホだけで完結させようかなと思って、一眼も持ってこなかったですね、思い切って。あそこ行ってみたいんですよね。行き着きの方行ってみたいんですよ。一周回って佐世保の方を帰ってって、で佐賀県の山奥のキャンプ場なので、着陸までに間に合うように帰らなきゃいけないっていう、割とカツカツプランですね。まあ朝ね、今日小倉から来てますからね。ここの時点で200キロコースだからね。おー、いいヘアピン、最高のヘアピンじゃん。あー、左回りか、右回りだったら景色見れたのに。あれか、なんかあそこに橋があるぞ。今橋がありましたね。わーすげーな、両側の岩も。なんかここを切り開いて作ったって感じがするよね。行き着き大橋。うおー、橋ばっかり渡ってんな。うわーすっげー海きれい。わあすごいな。鉄骨だらけだな。風が強いからなのかな。五島列島かな、あっちに見えてるのは。いいですね。いやーいいね。一回来てみたかったんですよね。はい、上陸。ぐるっと一周できるのであろうか、全くわからないんですが、なんか気づいてしまったんですけど、いつもだったら多分2号とかでさ、ツーリング来てたら道の駅で散策しながら休憩しましょうかみたいなことを今まで僕の動画で言ってた気がするんですが、 GS だと全然降りなくてもいいなと思っちゃう。まだ全然走れるわ。全然疲れてない、まだやば。あ、すげえいいな、ここ結構でかいしますね。やっぱさ、ツーリング行くだったら秋がいいよね。ちょっとこの寒くなってくる直前のこの時期、晴れの確率がすごい高いですからね。ゴールデンウィークとかお盆休みとかにしか、ね、休み取れなかった会社員時代はね、まあ、大体雨だったけど、やっぱ時期がいいもんな今。スタンディングで乗ってもすげえ安定してる。今回ねスケジュール的にね、鹿児島まで行けるかなっていうのがちょっと懸念材料ではありまして、桜島リベンジしたいんですよね。覚えてます、桜島、人生初の桜島に行きますとか言って意気揚々と言ってさ、土砂降りだったんですよ。デートナーでスプラッシュマウンテンとかだったもんね。桜島リベンジはしたいんですけど、今回にするか、また次回の九州ツーリングにするか。九州来ると結局阿蘇走りたくなっちゃうからさ。さっきあそこに見えてる橋を渡ってきたんですね。止まらなくてもいいと言ってたけど、止まっちゃったよ、やっぱり。どこ行っていいかわからないからさ、景色。で、今ちょっと調べたんですけど、この今、僕は島の東側にいるんですね。で、東側の反対の道が結構有名っぽいんで、行きましょうか。まあ、これぐらいのエリアがあれば、回れると思う。ダメだ、突っ込むね。はい、おー、すげえ、もうすでにここで優勝。ここで優勝だよ。あー、いいね、これいいね、これ。この R いいね。どうしてもさ、今、ミシュランのさんのプロモーションビデオの撮影とかさせていただいてるとね、そういう目で見ちゃうんですよね。このロケ地、すげえいいじゃんっていう。なんじゃこりゃ。うわー、ドローン飛ばして、持ってきてないけど。おお、この道最高じゃないですか。おお、すげえ。おお、ちょっとどっかで U ターンしてここで止めたいな、一回。いやー、でも坂道で止めるの怖えな、 GS を。あの、いや、これはね、やえしたくなるわ、この道は。あ、やっと U ターンできた。僕の身長だとちょっとでもこの傾いてると、なんかスタンドが
の方が沈み込みすぎちゃって体重かかりすぎちゃって場所を間違えると払えなくなるんですよね。スタンドが荷重がかかりすぎちゃってやべえどうしようと思ってなんとか脱出しましたうわーここ止めたいよね。最高じゃないですかこの道。ふう、あったかいな。朝寒かったけど。ふう、バイク多いっすね。まあ日曜日だからな今日。いやこっからこのバックのこう走ってくる絵もいいしね。こっちから来る絵もいいし最高じゃないですか。さて問題のさっきのハプニングですよ。あ大丈夫、ここは一発で行けた。いやずっとここにいたいよね。この辺のキャンプ場にすればよかったかな。でも明日はねちょっとね約束があるんで。そうなんですよね、明日は約束があるからなるべく福岡県側に寄っときたいんですよ考えてみたらこの辺ちょっとこっち傾いてますもんねこんなところでよく僕 U ターンしようとしたなと思いましたよ今5分ぐらい苦戦したからスタンド払えなくてういいね。もう撮影したいスポットばっかだよ。九州のロケがやれるぐらい予算があればいいんですけどねなかなか現実問題そんな予算はなくという四輪とかだったらやってそうだけどな。四輪の仕事もしたいですねBM が多いな。ここも最高ですね。僕は泊まる勇気ないけどここGS で。うわ海めっちゃ綺麗、海めっちゃ綺麗ですよ。 GS で泊まる勇気はないですよ。いやーこの平戸まで来たらぜひね行きつけ島まで来てもらいたいですね。平戸の景色もおーってなるけどバイク乗りだったらやっぱ行き月島のこの西側のサンセットロードですね。ぜひね走ってもらいたいなと思いますね。うー不思議だね、この伊豆を走ってるのとまたちょっと景色が違う感じがしてね。長崎結構山が多いですからね。山の崖の下に海みたいになってるのがまたなんか違った感じがしていいね。おおすげえ、おおすごっ、おおおおおお。でももう GS でうんしょうんしょしたくないな自分のバイクだったらね最悪焦がしちゃってもいいんですけど、いい道じゃないですかこれ。もう道路もいい感じだよねこのくねくねさが。うわ上の景色もなんかすごいな。阿蘇とか阿蘇じゃないな、なんて言うんだろう、これ大陸の感じがするよね。韓国とか中国みたいな感じの岩肌です。あと北海道になんかこういうのもありますよね。なんなら名前出てこない、長崎って感じだわすごいね、そこの 崖の感じと海の感じが。この崖の中にトンネル作るのもすごいよな。いやーいいね、あすごいね。なんかこの西側すごいですね。また来たらこの最初から西側走りましょう。東側はねよくある港町みたいな感じだからね。ご飯とか食べるんだったら東側がいいかもしれないけど走るんだったら西側だね。で道はねご覧の通りすごいいい道でございますくねくねしてて景色に見とれててアウトに膨らみそうだけど、あ橋が見えてきた。あ橋が近づいてまいりました。行き着き島とはお別れでございます。おちょっと緊張するな、このよしよしよし、お左がつかない、危ないこういう時にヒルホールドですよこういう時にヒルホールドコントロール。 OKオッケーちょっとヒヤッとしたね。左が本当にかすってるぐらいだったからすぐ右足に変えてよかったです。はい、ということで行き着き島でした。佐世保です。佐世保地方総監部米軍基地ですね。なんかあそこだけ見るとあれ厚木に帰ってきたのかなって感じですけど5番街あたりぐらいでご飯を食べるかどうかちょっと決めようかなと思います。長崎来て思ったんですけど急車が多いですよね。平戸走ってても思ったんだけど現行車全然見ない。あと思ったのが二欠してるカップルが多い長崎関東のイメージだと二欠っていうよりかはなんか一緒に走ってるイメージが多いんですよね。バイク女子とその彼氏さんと二人で走ってるイメージがあるんだけど。
ここがね、佐世保五万街っていうショッピングモール的なところですよね、有名な。で、ここで佐世保バーガーを前回法事で来た時に食べたんですよ。それを思い出して佐世保バーガーのお店に寄って食べようかなと思ったら、すげえ並んでた。40分ぐらい待った。佐世保バーガー人気すぎでしょうと思って、まあ今日日曜日なのもあるんですけどね。どうしてナビの方があったのか。どうしてって感じですよね。看板通りに来たらキャンプ場の看板がこっちって出てるように見えて、なんでもナビ違えなと思って、ナビを信じずに看板を信じてきたらこれですよ。取りましたけすね。ちょっと坂になってると辛いな。よいしょ。ファミキャンばっかですよ、ファミキャンばっか。よいしょ、よいしょ、 OK。 よし、この感じ久しぶりなんでやっておきましょうか。ここをキャンプ地とする、まあキャンプ場なんですけどね。よし、風呂入りこう。なんとまたオカライダーさんです。こちら、ほら見てください、ここが映えっていうスポットですよ。みんな夜ここに来て、はい、バイクを止めて写真撮ってます。なるほど、わーすげー。あ、これが続いていけるんだ。そうです、そうです。いや最高じゃないですかこれ。いや今日めちゃめちゃ遠くまで見えますね、びっくりしますこれ。